皆様、こんばんは。今日は2021年5月12日水曜日です。今日はですね、中国の国勢調査、中国の人口について話をしたいと思います。その他の話題もありますが、中国の社会についてですが、中国の国勢調査は10年に1回です。 今回は第7回目です。去年の11月に行いまして、12月の初めに終わりました。人口の数字は約半年間も公開されていなくて、昨日やっと発表されました。中国の人口は14億1178万人です。14.1億人ですと。10年前の2011 10年と比べると7206万人が増えました。増加5.38%です。これからしばらく中国の人口は世界一ですよと。しかしこれから中国の人口の増加は緩やかな増加になりますよと中共は言っています。 国勢調査は去年の12月初めに統計終了となりました。今年の3月に中共は来月、つまり4月の上旬に発表しますよと。しかし、4月16日になって延期としますと説明されました。4月29日、中共は2020年中国の人口は増加の方向ですと発表しました。 でも具体的な数字はありませんでした。5月11日、昨日、やっと発表されました。きっと数字は出ていました。でもあまり良くない数字でした。都合が悪いですから修正を行ったと思います。中国政府の数字っていうのは全てが嘘です。これが基礎です。 地方政府の官僚は綺麗な数字が好きなんです。綺麗な数字があって昇進できます。地方政府も綺麗な数字が好きなんです。外国に自慢できるからです。もちろんですが、自分の国民に対しても自慢できるんですね。 人口の数字は昔から改ざんされています。なぜなら必要があります。まず、中国の出産率っていうのは、病院での出生率、あるいは戸籍、登録での統計ではありません。小学校に入学された人数で判断されてしまいます。 国勢調査もどんどん質が落ちてきています。どんどん改ざんがひどくなってきています。一回嘘をつくと、これからずっと嘘をつかないとダメなんです。かばわないといけません。出生率についてですが、日本は実はですね、そんなに低くもないんです。1.4です。韓国は0.98です。台湾は1.1。 07です。中国は1.6です。これが今回発表されましたけれども、人口っていうのが安定っていう理想的な数字ですが、2.1です。つまり、出生率っていうのは、女性一人人生で子供が産む。 出産される率というのはこれなんです。日本の場合は1.4人です。つまり夫婦結婚されて大体1.4人ですが生まれてきます。中国の場合ですと1.6と発表されていますが実はこれから言いますが絶対ありえない,んで,ありえないんです。人口が安定というのは2人が結婚されて2.1人が出産するのが 理想ですなぜかというと、この0.1というのは万が一のためではあります。中共は嘘をついています。でも真実な数字というのは誰も知りません。私は簡単な方法がありますので、中共が発表した数字を使って証明したいと思います。中共は昨日発表しました。 0から14歳の人口2億5338万人です。つまり0歳っていうのは2020年です。 14歳っていうのは2006年に生まれた子供が2020年で14歳になりました。つまり2006年から2020年まで生まれた子供の数っていうのは2億5338万人です。では2006年から2019年に生まれた子供ですね。これは発表されていますので、毎年ですが、これを発表されていますので、 合計の数字をですね、今回の2億5338万人で引くと2020年、つまり去年に生まれた子供の数で数が出てきます。これが簡単な数学ではありますが、国家統計局が毎年生まれた子供の数を公開されていますので、私は調べてみました。2006年、 580万人2007年1595万人2008年1 6 0七万人2009年1591万二2 0 1 0年1592万人2 0 1 1年1 6 0四万人2 0 1 2年 1634万人、2 0 13年1640万人、2 0 14年1688万人、2 0 15年1655万人、2 0 16年1785万人、2 0 17年1723万人、2 0 18年1524万人、2 0 19年1465万人です

つまりですね、これから0から14歳の人口は2億5338万人、マイナスの2億2688万人、結果っていうのは2650万人です。しかもですね、これが結果なんですけれども、これが差出てきますので、しかも2006年から2019年まで生まれた赤ちゃんですが、増加はまずありえません。なぜかというと、中国は移民の国ではありません。 そしてあの、病気などであの赤ちゃんが亡くなる可能性もありますので、でも私は無視します。省略します。でも、中共が発表されていますが、2020年、この1年間生まれた赤ちゃんというのは1200万人です。つまり、1450万人の差がありますので、こちらの差ですね。 1450万人の差がありますので、これでわかるのが一つ、国家統計局っていうのは昔公開した数字が多そうでした。一つ、2020年に生まれた赤ちゃんの数は多そうでした。 どっちかがですね。あるいは両方あると思います。まだおかしいっていうのが、0から14歳。0から14歳の人口っていうのは2億5338万人と言いましたが、平均毎年1689万人が生まれることになります。これで計算すると、2006年から2020年、平均出産率っていうのは 1.6%です。以上です。1.6以上です。つまり、でもですね、2020年に生まれた赤ちゃんは1200万人でした。出生率というのは1.3%です。つまりですね、これを、これもまだ嘘なんです。これは中国の政治的な体制に関係あると,あると思いますが、嘘をつかないといけません。 つまりですね、統計局も統計局ですけれども、官僚の息子っていうのは官僚になります。公務員の息子、子供ですね。引き続き公務員になります。つまり中国っていうのは人脈の社会です。お金と人脈があれば子供がですね、国の官僚になることができます。2020年、国勢調査でを行った部署というのは 国家統計局、人口計画委員会、国家人口協会などですが、これらの官僚 人間らはですね。2020年前の国勢調査を行っていました。同じ人間がやっていました。以前の嘘をバレないように、今回も修正する。あるいは30年前、自分のお父さん、お母さんが改ざんした数字をですね。引き続き、今回自分の番になってきましたが、やはり綺麗に修正しないと、バレてしまうのでいけませんと。つまり、永遠に嘘をつく。自分の利益、 立場を守ることがやはり大事なんです。また、中国の戸籍っていうのは本当に大事なことですが、でも裏にあるのは市民の権利、あるいは人権などですが、人脈があれば、 複数の戸籍を所有することができます。田舎であればあるほど無茶苦茶なんです。戸籍は自由ですし、年齢も自由に書けます。名前も自由に書き換えることもできます。実際的に、こちらもニュースではありました。河南省、中、無県、公安局、領下、 あの、これ、まあ、公安局ですが、2010年から2011年、1年間ですが、1980個の、えー、偽物の戸籍を登録されました。実際的に、まあ、偽物の戸籍を登録されるっていうのは、やはり不動産を買ったりとか、その名前を、うん、偽名をですね、使ったりとかしましたけれども、それが本当に多いんですよ。これが、 まあ、ニュースではありますけれどもこのような話というのは非常に多いんですただバレるかバレないかですそして国勢調査っていうのは住宅への訪問調査っていうのは例年はありませんでしたし、まあ、去年はですね2020年でしたがまずはありえなかったんです病気の影響で家に行って訪問するっていうのはあんまりなかったです実際的に聞いたことはないんです 衆総書記はこれからもう中国のチャンスですよと。また方向性も我々にありますよと。つまりですね、東が上昇する、西が沈むが方向性だと。東っていうのは、まあ、中国を中心のアジアだと言っています。西っていうのは先進国、あるいは西洋の話を言っています。うん、西洋が沈むこれから。我々が上昇するから。 まあ成長する、さらに成長するっていうふうにあの、それが方向性だと、周訴訟記は言っています。人口っていうのは、中国にとっては大事なんです。中国も、嘘な数字だと、まあ、宗だと、嘘な数字だと、分かってても、嘘をつかないといけない。 のが今の現状ではありますが、以前の嘘が多すぎで、今回だけは真実な数字を出すっていうのは、自分もその数字を見てびっくりしますし、そして納得しないと思います。やはり言えません。やはり最終的に調整、調整、改ざんも修正も調整もして、半年後、やっと発表されました。これが結果なんです。中共はどうして人口の数をここにしているでしょうか とても大事にしてるでしょうか慎重に慎重にやってるのでしょうかやはり、一つは、あの、言えるのがメンツっていうのは顔です。やはりこれも、あれも世界一、あれもナンバーワンです。と言いながら、やはり人口も世界一ですよ、と言います。そして次は、経済が大事なんです。皆様もご存知のように、いつの動画でも言ったことありますが、経済の継続、あるいは安定、発展、成長、 安定がやはり大事ですので、経済の流れっていうのは、三つの道具が必要です。一つは、資金。つまり、お金です。お金がないと何もできません。資金が大事です。二、人口。人口があって、需要があります。食べ物、飲み物、不動産、自動車、学校などなどですが、すべてが出てきます。アパレルも出てきます。服、帽子、靴下。 も出てきます。需要が出てきます。3. 取引です。資金があって生産します。生産したものを買う人に売ります。これで取引が完成します。経済がこれで回ることになります。人口が減ると需要が減ります。需要が減ると取引が減ります。取引が減ると経済が下落します。 中国の場合ですが、不動産がまず大変なんです。やはりこの30年間、不動産で中国の経済を引っ張ってきています。たくさんの不動産、マンション、店舗、お店ですね、ありますので、人口が減ってくると需要が減ります。まだ中国はこれも中共が認めていますが、高齢化社会になってきたと中共は認めています。 65歳以上の人口は、総人口の7%を占めると、高齢化社会になります。10%が深刻な高齢化社会になります。20%以上ですと、超高齢化社会ですよ、と言われてあります。中国の場合ですが、0から14歳、18%です。15歳から59歳、つまり、 働ける年齢ではありますが、65%です。そして、これが8.9億人ほどです。これが発表されていますが、中共が。60歳以上の方は18.7%です。2.6億人です。65歳以上の方は1.9億人の13.5%です。 つまり中国っていうのは高齢化社会を超えて深刻な高齢化社会になってきています。人口があのこれで少ないとか良いあるいは多い方が良いとなってくると中国の場合ですが多い方が良い,いです。もちろんですが日本は少ない方が良いとい,いう方もいらっしゃいます。 これから増えた、増やした方がいいという方もいらっしゃいます。人口が多いから食料不足になるでしょうと言われますが、そうではないと思います。人口が多いか少ないか、食料 その豊かな生活できるかできないか関係はあまりないと私は思います。なぜかと言いますと、例えばシンガポールを見てみるとそうではないんですね。例えば香港を見てみると実際的に農業はやっていませんので、それでも結構豊かな社会にでした。あるいは香港の場合でしたが、シンガポールはです。豊かな社会国ではありますので、私は のそういう人口が数が多いから少ないからではないかなと関係ないかなというふうに思います。やはり政府の能力ですね。政府の能力があれば、主国民はお腹が腹ペコになることはないと思います。例えば、 40年前ですが、中国にはたくさんの人が餓死しましたけれども、でもその時はですね、中国の人口は今より少なかったはずです。でも食料不足はありました。なぜかというと、改革開放の前でした。国時代が閉鎖でした。計画経済でした。などなどいろんな原因ありましたけれども、まあ、何と言っても腹ペコでした。これが本当の事実ではあります。 そして人口が減ってくる、少ないから就職しやすいとか給料が増えるなど、あるいは福利厚生が良くなるでしょうと言いますが、実はですね、あんまり関係ないかなというふうに思います。例えば一番近いのは台湾なんですが、人口が減ったんですよ。人口が減った原因っていうのは企業が海外に、中国に まあ、移設されたんですね。それで台湾の大学生とか学生さんは台湾で卒業されてすぐ中国、海外に行ってしまいます。なぜかっていうと、台湾に行ってもあまり仕事ないんですね。なので海外に行ってしまいます。で、そして人口も減って、 で、まあ、当然ですが、台湾の出生率っていうのは本当に悪いですので、良くないですので、状況は良くないんです。なので、台湾はこれで福利構成良くなったとは思いません。なので、ただしですね、この2年、3年弱ですが、台湾は本当に豊かになってきています。そして GDP も成長してきています。世界一番です。トップレベルです。まだ台湾の若い子ですね、どん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 変えてきています。あの、変えてきています。そして、 台湾の不動産というのはどんどん高くなってきています。そして土地が足りなくなってきていると言われてありますが、なぜかというと、台湾の製造業はどんどん台湾に戻ってきていてるんですよ。特に中国から撤退されています。これが 今の現状ではありますので、なので、台湾の人口はこれから分かりませんけれども、でも台湾は香港の方をですね、えー、積極的に受け入れてあの、移民ではないんですけれどもあの、ある意味移民ではありますね、香港の方をですね、積極的に受け入れて、あの人口を増,増やすかどうかは分かりませんけれども、でも結果としては、あの香港の方は台湾に行ったとしたら、人口は多少とも 増えるる傾向ににはなるかなかというふうに思いう思ますた、ま、だアメリカも同じなんですが基本ですが人口が減るから良くないではないんですがやはりそういったヨーロッパ国とかであって 先進国であったりやはりどうしてもそういう出産率っていうのは出産率ですが、えー、低くなってきますがでもやはり対応されているのはもうそういう移民的な政策を出されていますのでなんとか人口を維持しようとしている。 というのが、まあ、あの現状で、というのが今の現状ではありますけれども、これからはどうなるかは分かりませんけれども、でも中国の場合は、まず14.1億人というのは嘘です。ただし、中国としては、やはり高齢化社会は認めています。なぜかというと、これが、まあ、まあ、まあ、方向性と、えー、言わないと、本当におかしくなってしまうんです。経済が、あの、この状況というのは、 人口が若くて、まだ成長しないっていうのがおかしくなってきますので、自分も通じなくなってしまうので、やはり高齢化社会を認めています。そして、何としても14億人をちょっと超えるように設定されていると、私は思います。その中にいろんなあの、まあ、確かに改ざんとかはあるというふうに私は思います。 人口が多い方が良い、少ない方がいい、中国の場合ですが、日本の場合は実にあのまだ問題ないというのは、問題ないとは言え,言えませんけれども、若い子はやはり大変ですので、あの人口が減るというのは需要が減っていきますので、ただし、日本のお年寄りの方は問題ないかなと思います。なぜかというと、日本の場合は超高齢化社会ではあります。でも、みんなは豊かになってきて、そして社会の福祉制度がきちんと できているので、あのこれの条件であの投資を取ってきました。これでいいという風に思います。でも、中国の場合はまだまだ貧乏のはずなんです。そして高齢化社会になってきているって言うのが、やはりあの遺体っていうのが現状ではありますが、中国の特徴としては人口がやはり2000。私の。 あの予測では2018年ぐらいからですね人口が減ってきているというふうに思いますそして人口が減ってきて全国的に減ってくるわけではないんですが都会の方ですね人口が特に若い子が集まってきますこれが本当に中国の流れなんですこれが中国の都会大都会の不動産が上昇している 原因でもあります。なぜかというと、田舎に行っても仕事がありません。 需要がありません。お年寄りばっかりです。そうすると若い子たちはどうしても都会の方に出ていこうとします。みんな都会に出てこられて、都会で新しい需要が溢れてきますので、そしてその需要に対してサービスを行う人が出てきます。これが中国の社会の特徴ではあります。例えばですが、皆様に紹介したいのが、中国の、昨日言いましたが、美しい、 団結、ビタンと言いますけれども、この会社、企業ですが、えー、IT 企業ではあります。最初ですが、これもイギリスの、えー、アメリカの発想でしたが、例えばですね、えー、郵便物をは、まあ、発送します。で、A から B まで発送しますが、配達員が発送すると大変ですし、お金がかかります。もしですね、A から B まで通勤とか、 ついでに行くの人間がこの郵便物を持ってですね、ついでに届けてくれるとお金はちょっとでいいんですね。そしてその人はあのついでにですので自分もプラスになりますので、これでよろしいではないかとアメリカかイギリスの発想でしたので、確かアメリカだったと思います。これで中国はですね、 中国の企業ですが、これを見習いました。でも、このようなスタイルというのは、今のウーバーイーツと同じですけれども、最初はですね、我々もあのそういう行動を見てですね、不好評でした。あまり評判は良くなかったんです、最初は。なぜかというと、やはり、郵便配達員の仕事を奪われるという評価。 そういう評判ありました心配もありましたけれどもおかしいではないかと言いますが現実的にそうではないですね需要が一気に溢れてきたんですね。 なぜかっていうと、例えばです。例えばではないですが、私の、えー、周りの話ではありますが、会社に、あの、彼がですね、会社に入社してきて、それが9年前の話なんですが、入社してきて、あの、本当に給料も安くて、あの、研修で入ってきたんですね。そして、会社が終わって、 あの家に帰ります。自転車で通勤していました。今は、えー、電動自転車ですが、当時は自転車でした。で、彼はですね、最後分かったんですが、その時は登録していました。で、会社から家までは約10キロぐらいなんです。で、そうすると、その途中でお店何軒か有名なお店はあります。そして今の社会っていうのは、あの出てきて食事に行く、駐車場も難しいですし、中国の場合ですが、 そして不便ですし、やはり美味しい料理をですね、食べたいものをですね、注文して、そこに注文してついでに持ってきてっていうアプリが出てきましたとえ彼の話ではありましたが当時は私も知りませんでしたけれどもエイトなアプリですかと聞いてあこれですね、今あ分かってますよという話になったんですね。それから、 彼はですね、毎日走っていました。会社の終わり、帰りに2軒間。 週末になってくると3件ぐらいやるらしいんですが、平均は1件か2件、えー、注文を受けて走っています。帰り道ですし、あの、少し酔ったりはしますけれども、その分はお金はまだプラスとされます。そこでですね、約1日10件ほど稼げることはできました。でもこれがもう本当に8年前、9年前の話ですので、当時は150円ぐらいです。 つまりですね、彼はこれで稼いで、あの、帰りですし、ついでにやっていますので、満足していますと、彼はこのコツコツの行動ができました。これが初めなんです。つまり、アメリカのアプリっていうのは、最初はこういう便利さを求めていました。けれども、中国の場合はですね、これを商業化にしました。なぜかっていうと、中国の場合は、 需要がいっぱいあってですね。そして、そういう仕事、ま、やはりね、需要が、やはり走りたい方もたくさんいるっていうことですので、需要もそれなりに多いというですので、それを仕事にしています。仕事にすると、走った分は、やはり、あの、動いた分ですね。あの、それに応答した、えー、給与ですね。出てきますので、反映されますので、完全に実力性ですので、みんな、 まあ少なくても今走り,走り続ける方はですね満足してるではないかなと思いますもちろんですがこれをきっかけにですね一時的に仕事にしてまだ貯金できましたら独立したりとかまた転職されたりとかあるいは仕事を活動就職活動をしながらこういったものをですねことをやっているとそういう方も にににいいいらっっしゃいます。す。ななののでで的に便利ててきているというのが本当ですただしですね、これは日本にもあの今あるようになったんですが、ただもう一つありますが、日本にはないんです。これは多分、日本だけじゃなくて、アメリカにもないんです。イギリスにもありえないと思います。日本には絶対ないというふうに思います。なぜかというと、みんなの法律が厳しいからです。 これから紹介したいのは、中国の、また同じなんです。このビタンというアプリなんですが、このビタンというアプリはですね、今は配達、食料品とかの、最初は食料品の配達でした。でも、一番最初ですね、食料品の配達の専門のアプリではないんです。食料品を販売するアプリでした。 これは、あの、本当に中国の発想というのがすごかったと思います。なぜかというとですね、これも8年前、9年前になりますが、当時はですね、中国は非常にみんな忙しくて、仕事が終わってですね、残業も多くて、大体、飲食店でお店にいて、あの、適当に、うん、食事を済まします。そこでやはり食事の安全の問題が出てきます。当時はやはり地交流とか、 あの,ースの油ととか、かそういった衛生麺とかですね、もちろん高いお金出せばいいものは買えますけれどもそこまで出せませんのでどうしても健康的なものは食べれなくなってしまいますなのでみんなですねこれを配慮して考えてくれたのがこのアプリなんです一つのアプリが出てきました そのアプリですね、誰でも登録できます。できるのがですね、例えば、うちのお母さんですね。実際的に、あの、あの、親戚のお母さんがやっていますけれども、うちのお母さんが料理がとても上手です。そして、ご飯を毎日作っています。作っていて、ちょっと多めに作ります。それをおかず、ご飯入れてですね、自分のお弁当にしました。そのお弁当をですね、 あのネットに公開します。写真を撮ったりとかしますので、それを使う材料とか、どういうふうに作られているとか、そして評価もできますので、なので、それを公開します。金額も書かれています。そしてですね、近くに住まれているカップルさん、あるいは夫婦、家族の方ですね、まだ子供が、夫婦とも働き、あるいは子供がまだい,ていなくて、忙しい夫婦たちが、 え、取りに来ます。そのお弁当を。多少のお金は、えー、まあ、払いますけれども、そのようなアプリがあります。で、これでですね、中国にはしかできないかなと思います。なぜかというと、営業許可書はいりませんし、そして、そういう、えー、衛生、えー、教、まあ、講習ですね、受けなくてもよろしいですし、ただし、当時はですね、やはり、あの、そういう反対の意見はありました。なぜかというと、本当に安全なのか、 衛生大丈夫なのか、そういうのがあったんですけれども、実際的に出てきたのは、やはりそういう、まあ、口コミ、えー、のがありましたので、よろしいではないかと。なので、あの、実際的にこれを今延長とされて、今はこういう飲食店が出てきていますけれども、今はもうできませんけれども、普通にお店としてできます。ただし、こういったお店っていうのは、どこでも作れます。例えば、えー、 場所はですね、立地が悪くても大丈夫です。例えば、道路の入り口、あのマーケットの市場の夜市の一入り口じゃなくても大丈夫です。一番奥の隅っこにあってお店でもアプリに登録すれば、評価が良ければ、味が良ければ、それが売れるようになります。なので、実際的にこの IT っていうのは中国ではあの進んでいるんですけれども、そういう IT っていうのは中国の社会を変,わ、まあ、変えていってるというふうに私は思います本当に革命的なものがですねもちろんですが最初はそういう目的はなかったと思いますまさか将来的に あの、そういうビタのアプリですが、配達食料、食料品配達の専門店になってくるとは、あの、思っていないと思います。そしてですね、あの、今はそういうビタですが、契約していて、そういう果物とか、冷凍食品とかも配達しているようになってきましたけれども、どん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 大きくなってきているというのが現状ではありますが、なので、 うん、そういう面ではありますけれども、最初こういう市場になるとか、最終的にこのような会社になるとかは、みんな想像はできなかったと思います。ピタンという会社ですが、一番最初は、 4,5人ぐらいのあの小さい IT 企業でした。ただ一つのアプリを開発しようという思いはありましたけれども、まさか今このような大企業になるとはみんな想像できませんでした。社長自分自身もこのようなサービスを提供できるようになるとは思いませんでした。やはり市場の需要に合わせて、 言って、そういう需要に合わせて、ソフトも開発していく。その行動をやっていくうちに自分も成長してきた。というふうに説明とされていますが、これで見るとですね、中国の場合は人口っていうのは今のところですが、やはり有利です。 もちろんですが、その後ですね、中国の法律も出てきましたので、そういう家での自分で作った料理ですが、もうできなくなってしまいますっていうか、もうできないんですが、普通にお店をですね、経営するようになって、 あの普通の経営できるところを賃貸してえ借りてです、ね、そこで料理を調理してそしてそのビタンというアプリが指定されている、えー、道具ですね器具購入して特にお弁当箱箱ですねそれを購入してお箸とかそこに調達してやはり安全という保障そのアプリが、えー、守ってくれるのでそれを使わないといけませんと。 なので、これで経営できると、少しずつどん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 進化してきたっていうのは今の現状ではありますけれども、なので、中国の発展っていうのは本当に IT 企業なんです。で、IT 企業がないと、中国はここまで発展できないというふうに思います。まだ中国のその マーケットがあってですね。で、外国のものをたくさん、えー、買いますけれども、それも中共にとっては都合がいいんですね。当然ですが、外国のものをたくさん買っているわけですから。あの中国のことをですね。特に中共のことをお客さんにしとして。 え付き合っていかないとダメですよと中共はずっと言っていますのでもちろんですが人口が多い分というのは中共にとってはいいんですこれが今の現状ではありますので例えば中国の人口は実際的に多分ですね私が思いますが前の動画で言いましたけれども12.23億,億人ぐらい しかいないと思います。もし中共がですね、これをいきなりに今回発表されました12.1億人ですと言ってしまうと本当に大変なことになってしまうと思うんですよ。外国の投資家にしても特に外国のシンクタンク投資の解禁をですね、一気に修正します。そういう方向というか中国に対しての判断するその計画、プロジェクトの計画とですね、本当にもう修正をかけてきます。例えばですね、 この都市で、えー、ショッピングモールを作りますと、この地域の人口の数を把握しないといけません。その数というのはもし嘘ですと、例えば300万人しかいないのに450万人いますと言われてしまうと、本当に作ってしまうと大変なことになってしまうんですよ。これが 本当にあの中国の良くないところですので、このような、まあ、改ざんされた数字をです、ね、使っていますので、そして外国に対して発表されています。外国の方はたくさんみんなですね、投資家とか投資する機構ですが、みんなこれの数字をこう数字で分析します、考えます。なぜかというと、 中教が発表された数字以外は信用できる数字ってあまりないんですね。私があくまでも自分が判断した数字しかあのいていませんので、そこまでやはり、ね、国としてっていう立場ではありませんので、やはりみんな政府が発表された数字を使いますし、信じます。なので、これが非常に怖いことと私は思います。 あの何と言ってもですね中国は人口は減ってきているあるいはこれからもすごい減っていくというふうに私は思いますのであの、うん、人口の大国というのはもう存在しないというふうに思いますこれであの良い社会になっていくでしょうとか食料が増えてくるでしょうとかあるいはこれでさらに豊かになっていくでしょうとか私は思っていません この動画はここまでにしたいと思います。最後はいいねのボタンをお願いいたします。ありがとうございました。